ライン取りと。ゼッケン4番、共産鉛筆。リブナンバー4清澤恵美子選手成城 FC スタート。ゼッケン4番清澤恵美子。タイムで来るのか期待したところ、さあ、本間15秒上回ってきた。素晴らしい滑りでやってきている清澤恵美子。後半3秒守っていくのか。狙うのは3秒 FC オンコース。ゼッケン2番長谷川恵美。ビブナンバー2、長谷川恵美選手、サンミリオン SC スタート。ゼッケン2番、長谷川恵美。さあ、優勝候補、長谷川恵美、1本目のタイム56秒54、そして1本目第1の安藤朝が54秒68。さあ、その差をこの2本目で埋めていきたいところ。長谷川恵美、素晴らしい滑りしているぞ。気になる中間タイム、素晴らしい。2秒02、2秒02伸ばしてきた。さあ、2秒ゼッケン7番安藤朝。仮タイムをお伝えいたします。ビブナンバー6新井真紀子選手58秒70。ビブナンバー7安藤朝選手東洋大学スタート。ゼッケン7番安藤朝。1本目ぶっちぎり1秒5の差をつけてきた安藤朝が、さあ一体どんな滑りを見せてくれるのか。さあこのハンデをそのまんま伸ばしていきたい、守っていきたい。そしてさらにもっともっとプライド的には、さあ素晴らしい1秒99差を広げている。さあ中間タイム